私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。10年前に嵐とさだまさしが共作した肉インファイアーとは、当時2000万円で購入したというさだの無人島は長崎県に所在。東京から飛行機で約2時間かけて長崎に行き、そこからタクシーで中華街へ。中華街で食事をした後、管理人が運転する自身所有のクルーザーで15分かけて島に行くとのことだった。島の中央には御神木があり、その近くには3500万円をかけて改装されたログハウスがあります。展望テラスや薪ストーブを備え、多くの除名人も訪れている。また、この島は絶好の釣り場でもあります。ログハウスの前にはバーベキューセットもあり、ゲストもアクティビティを楽しむことができる。ログハウスの温かさに魅了された夜会メンバー。さだの無人島 VTR を見終わった桜井は、トロタクと一緒に行きたい。とかなり惹かれた様子。さらには、この番組でロケで行くっていうことは可能ですか？と前のめりで、佐賀はいつでも来てください死闘のログハウスで夜会やるとかと快諾し、桜井や出演者の顔がパッと明るくなっていた。この日の放送に視聴者からは、肉インファイアーをちゃんと覚えている桜井くんすごい。無人島ロケぜひやってほしい。無人島での夜会楽しみだな、からという声が集まっていた。嵐の桜井翔とお笑いタレントの有吉弘行がマックを務める桜井有吉座夜会。7月7日放送会に歌手のさだまさしと女優の有村架純がゲストとして登場した。この日、通販にハマっているという有村は、買ってよかった通販商品ベスト3を紹介。そんな有村のために番組サイドは大好物だというトロタクを用意。このトロタク、桜井の同級生でタレント、グルメエンターテイナーのフォーリンデブ発氏が厳選したおすすめ3品で、有村をはじめ出演者は堪能していた。一方のさだは、桜井くんは忘れちゃったかな？前に嵐に仕上がれで一緒に歌を作りましたよねと振り返り、桜井はブンブン首を振ってうなずき覚えていることをアピール。実は、ちょうど10年前の2012年7月7日放送の嵐に仕上がれにゲスト出演していたさだ。その時、嵐に即興で作詞をさせ、さだも曲をその場で作り、肉インファイアーという曲が完成していた。実は、この曲のテーマは、さだが所有する無人島で、番組内でもそのことが話題になった。この日、さだはこの無人島の魅力をまとめた VTR、ポエムアイランドを紹介した。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。